ょっと間違えました。今日も地球武装するナレッジアーマードです。今回はですね、マドモアゼルモーツァルトということで、こちらの、福山さんの漫画ですね、こちらについてくるめしとお話ししてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの作品はですね、1989年から90年、講談社のモーニングですね、に連載されまして、福山陽次さんの作品です。で、こちらはですね、久留米市は全く知らなかった。全く知らなかった。私は、これ、私、小室哲哉さん大好きだったので、小室哲哉さんが、この、作品のミュージカルの劇伴担当したので、それが1991年に、マドモアゼル・モーツァルトというアルバムを出したので、そっちから知ったんですよね。なんで音楽は先に知ってて、で、この漫画は読んだことなかったので、ちょっと、読む機会があったので読んでみたらめちゃくちゃ良かったので、久留米市に読んでいただきたいなということで、おすすめしたという感じです。はい。で、これあれなんですよね、ちょっと高等無形な設定で、そのモーツァルト、ボルフガンがアマゼウス・モーツァルトは実は女性だったという設定で、モーツァルトの人生を描いていくっていう、漫画で、もともと、3巻で完結したものだったんですが、これ、舞台がありまして、この舞台化が、2021年に、再舞台化されるということで、ちょっとそれの、伴って、新装版が出まして、それを新装版をちょっと買って、久留米市にもお勧めしたということで、3巻版をこれ1冊にしてある、こんな分厚いやつなんですよね、という、この本を読みましたというところですね。ほんで、これちょっと小室哲哉さんの音楽で、これが舞台の、舞台私見に行ってないんですけど、舞台の、パンフレットは、別で、特別入手しました。はい、これあすみりおさんっていう宝塚の、出身の方が、主演で、この作品の、ミュージカルをやったっていうことですね。最近2021年版ですね。で、最近やったやつです。1991年はまた、もうでも30年前なんだよね。そうっすね。すごいっすね。そう。で、この30年前のアルバムなんですが、今聴いてもめちゃくちゃ良くて、とても素晴らしいですね。そうですね、こんなの出したんですね。そうなんですよ。小室哲哉さんはこの頃って結構いろんな、サントラとかも手掛けるようになって、例えば、僕らの中間戦争とか、あと映画の天と地ととかですね、時代劇の、音楽もやってるっていう。あ、天と地とも小室哲哉さん。そうなんですよ。なので武田信玄と、そうもうあれもね、あれもそうなんです。それを踏まえてみると音楽、これてっちゃんかやってなるわけですね。おー、そうなんですね。で、このミュージカルっていうのが2005年に改訂版が上映されたのがあって、それで2021年に30周年記念で再演っていうところですね。で、この作品ってやっぱなんか根強い人気があって、1992年かミュージカル終わった後にも NHK でラジオドラマ化されてるんですね。っていうぐらいちょっと根強い人気があって、福山陽次さんの漫画の中で一番ヒットしたっていう感じなんですが、この福山陽次さんって何者なんかっていうと、結構いろんな漫画描いてるんですけど、エヴァンゲリオンの、キャラクターデザインとか漫画描いてる貞本さんのが、福山陽次さんに影響を受けていると公言しているっていうものなんですね。なので、それぐらいこう絵はっていうかデッサン力がもうめちゃくちゃズバ抜けてめちゃくちゃ素晴らしい方です。なんか、ね、小なんだろうな、女性のような、繊細な線を描く人なんだよね。漫画読んで、本当女性っぽいですよ。そう、女性が描いた漫画かなっていうぐらい、なんだろう、キャラクター造形が非常にこう繊細な感じがします。表情がそ
すごい見たと思う。そうそうだね、そうだね。なんだろうね、あれ本当漫画の描き方うまいんだなこの人って思ったね。なんかそのちょっとしたこのモーツァルトが余裕かましてんだけどもちょっと焦ってるとかっていうあの表情とかが、あれちょっと線1ミリずれただけで全然違う表情だったのに、ようこれこの正解の線をなんか簡単に描いてるような感じで出してるなと思ってびっくりしたよねこれね。そうっすね、うん、っていうぐらいのまあ天才の人が描いてる漫画なんですけども、舞台が1760年のザルツブルクですね、オーストリアですね、うん、で娘の天才ぶりを発見したレオポルト・モーツァルトが、女性では有名になれないので、この時代ですよね、女性では才能があっても有名にはなれないということで男子として育てるっていう流れになっていったっていう、これあれですよね、この例えばその歴史上の男とされている人物が実は女だったみたいな話って結構あって、まあ、例えば塚公平さんの幕末純情伝なんかはあれだね、沖田総司が女性だったっていう設定で、まあ、実写映画化も、まああそうですよ、大好きですよく知ってんなそうとか時代そうだねとか、まあ吉永文さんの大奥とかねは、将軍が徳川家の将軍は女だった設定とかね、とかまあちょっとあれは違うけど、ベルサイユのバラとかも、まあ、男装のレジンオスカルのを描いたその史実の話、フランス革命の話でしょ。なんで歴史ものとしてのこのちょっと登場人物が実は違う性別が違ったりとかしているっていうような設定のものっていうのは、まあ、結構いっぱいあるわけですよ。そうそう、ムラドムラが妖精グレーだったみたいな、あーあるある、そういう話もあるもんね、うん、第六展望そうなんですが、まあそういったのの中でも結構そのこのマドモアゼルモーツァルト、要するにマドモアゼルですよね、お嬢さんのモーツァルトなわけですね。なんですが、まあこれ結構史実というかそのに結構こうなぞらえてるところがあって、そこがまた面白くて、まあ例えばそのライバルである宮廷音楽家のサリエリが出てきたりとか、そう、とかその実はモーツァルトの子供たちっていうのは違う親が違う父親が違うんではないかっていうのがこう。ね、出てきたフランツが出てきたりとか、そういったのがちゃんとまあそういった なんとなくつじつまが合うようになってるのがまた面白いんですよね、うん、でこのサリエリっていうのは結構そのモーツァルトの何だろう、才能に嫉妬して、毒を持ったとかそういった噂があったりとかしたんだけど、まあ実は自分はその女性であるあるモーツァルトをみんな知らないんだけど自分だけ気づいてしまったんだけど、自分はひょっとして同性愛者なのではないかって苦しんだりとか、そういった描写があっていいっすよね。そのモーツァルトが魅力的に見えてしまうっていう感じで、うん、サリエリは本当、うん、いい感じで、いい感じだよね、この苦悩して嫉妬してもう本当苦しい人生だよねこの人はね、うん、でこの人っていうのは結構その史実的この実際は違うだろうって今の説では言われてるんで、この人が毒殺したんじゃないだろう、モーツァルト毒殺説っていうのがあって、そのモーツァルトっていうのはそのいろんなやっかみにあって、なんかじわじわ殺される、いきなり殺されたんじゃなくてじわじわ衰弱していって殺されてったっていう、ちょっとずつ毒を盛られてったっていう設定というかその噂があって、まあ、それにちょっとなぞらえた話になってるのもまた興味深いところなんだよねこれ。時代の歴史とかだと毒薬みたいなの出てきますよ、ね、出てくるんだよね、うん、で結構ヒ素使われるんだよね、うんうん、で、モーツァルトもヒ素で、じわじわ殺されていったんではないかみたいな感じで言われて描かれていって、うん、で、まあ、結局そのコンスタンツェ・ウェーバーっていう下宿先の娘と結婚するんだけど、初夜で女ということが分かってしまって彼女はそれがトラウマになって弟子のフランツと不倫してしまうっていう流れも、まあこの史実的にも結構なんていうか辻褄が合ってるっていうの、
うん、だから実際にその、フランツっていう、青年が弟子だったんだけど、このモーツァルトの生き残った息子の一人がフランツ・クサーバー・モーツァルトっていう名前で、フランツの名前もらってんですよ。で、ということはなんかもうそんな名前もらうとか普通じゃないじゃん。だから、これ不倫の子なんではないかっていうふうにまあまあ言われてるし、でそのフランツ・クサーバー・モーツァルトっていうのは、まあ、モーツァルト2世は子供がいないので、モーツァルトの家系っていうのも完全にもう途絶えてるっていうことですね、実際にも。いやだからさ、うまいことさ、その辺がさ、物語 の、 そのドラマチックな感じで当て込んでてすげえなと思ったっすよね。でモーツァルトが35歳で亡くなるまでの話をずっとやっていくんだけど、ボルフガング・アマゼウス・モーツァルトっていうのは、エリザベト・マリア・モーツァルトっていうのがもともと名前があったっていう設定で、うん、でエリザ1756年に生まれてて1791年に没だったんです。で35歳なんですけど、その200年後に、舞台化しているっていう、このうまい流れですよね。1991年に、ミュージカル化してるね、日本で、うん、この没後200年にこういった流れがあったっていうのが、まあ、それちょっとあの福山由紀さんは結構狙ってたらしいんだけど、うん、200年に合わせてこの作品を書き始めたっていうね、うん、もうすげえですね。でいろんな、登場人物が、まあ、いるんですが、例えば、まあ、サリーリもそうだけど、まああれですね、サリエリの愛人のカテリーナ・ナバリエさんとかって、あの、ね、ナバリエリとかね、でこうオペラ歌手だったりとかして、この辺の人たちももうあの非常にこう物語に非常に絡んできてて、あれですね、やっぱりこう史実にある人たちがちゃんと出てきて、あれなんだよね、ベートーベンもちょっと出るんだよね。そう、あの若いベートーベンが出てて、で、あなたはあの何、君はきっとすごく成功するだろうっていうふうにあのモーツァルトに言われるんだよね、うん、なんかモーツァルトの曲聴いて、うん、音楽的にはとても感動しました、うん、ただ男と女の下世話な話はどうもよくわかりません。そうそう、堅物なんですよ。そう、あの結局ね、このモーツァルトって人っていうのはものすごくあの陽気で、なんかやっぱりこの遊び好きだから借金を重ねたりとかして、あの派手な生活をしてたっていうようなのは、まあ、多分間違いなくて、もう若い頃から本当にちょっとあのぶっ飛んでて、その7歳でマリー・アントワネットに僕のお嫁さんにしてあげるって言っちゃったりとかそう。とか、俺の尻を舐めろっていう曲を作ってみたりとか。そう。これ1782年なんですが、まあ、その俺の尻を舐めろっていうのは、要するにそのクソ食らえとか、そんな意味なわけです。まあ、パンクなんですよ、この人、やってることが。曲調もキャッチーだし、やっぱその、キャッチーということは、結構この時代からすると、なんか、チャラいんですよ。なのでそういったちょっとナンパなイメージが世間にあって、それでやっぱそのパフォーマンスもそうだよね。子供の頃からさ、なんつうの、目隠しでピアノ弾いてみたりとか、ちょっと曲芸に近いことやったりとかしてたので、で結構本人は下品だったりとかするので、まあまあ大衆には受けるけど、この宮廷には煙たがられるっていう、まあ、こういった流れだ。なので、ベートーベンにもなんかちょっとようわからんって言われてしまう。音楽は素晴らしいけどっていう。君はうんと崇高な音楽を作ってくれみたいな。そう。ヒガロの結婚とかは、うん、ザルツブルクではそんなにヒットしなかったんだよね。そうだね。内容的にやっぱこう、うん、貴族社会のこの、うん、侮辱じゃないですけど。やっぱそうだよな。革命的な方向で捉えられてしまう。うん、でも曲はすごいよね。たーぱぱたたちゃちゃん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 ってね。あれすごい。誰も知ってるもんね。誰もが、うん、結婚式そのもの。
ですね。うん、そうですね。盛大だもんね、本当に。そうですね。うん、結構ね、盛大な音楽ですね。で、まあ、まあ、あとは後半になってくると、シカネーダーが出てきて、マテキを一緒に作るんですが、まあ、まあ、シカネーダーっていうのは、まあ、一座を持ってる、工業家で、本人もそのパパゲーの役で、出演してたっていうぐらいの、人なんですけど、これマテキもね、めちゃくちゃ有名な、フレーズがあって、あれですよね、ソプラノの女の人が、ね、タッ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 タ音を表現しているっていう作曲法をしているモーツァルトマジすごいんだよね。確かに、うん、っていう、まあそうとも、もう本当に言っていくとすごい、もうマジか、天才すぎるモーツァルトなんですが、あれですね、この作品の中で、まあ非常にこう、印象的なシーンとしては、いわゆる女装をするんですよ。女なんだけど女装してサリエリのコンサート行くんですよね。あ、でその下りが最高で、で、モーツァルトのいとこだと称して、わざとサリエリの前に現れてちょっと挑発するんだけど、でそこでマドモアザエルモーツァルトって言われて、ここでタイトル回収されるっていうのはすごい、ちょっと私的にはもう激アツの展開だったんですよね。であれですね、やっぱサリエリとの絡みっていうのがやっぱ重要で、やっぱそのお父さんにこう非常にこのモーツァルトっていうのは、そのレオポルトにこう英才教育というか、あとスパルタというか、もう要するにその父親の野心でもって教育されて性別まで変えられてるので、父親の愛情というかぬくもりとかそういうのに飢えてたんですよ。なのでこのサリエリに不正を見てしまって、女としてもちょっと惹かれてしまうっていうのもあるんだよね。でそのだけど彼女の才能が爆発してしまうがゆえに、君に対してプレゼントするって言った、まあ、君のためを持って書いたっていう曲を自分のアレンジで弾いてしまって激励に触れちゃうんだよね。サリエリはせっかく作ったのに、うん、なんで譜面通り聴かないんだぞ、こっちの方がいいと思ってみたいな感じになっちゃう直されちゃう。そう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 、だから天才だからね、うん、だから君は父親と寝てりゃいいんだっつって逆ギレされちゃうっていうね。だから自分を父親として見て不正を重ねているというふうにね、分かってしまったので、なんかそこでちょっとした失恋みたいになっちゃうんだよね。男として聞かれてなくて父親としてしか見てなかったっていうね。だからもともとお父さんって言ってたわけですよ、サリエリのこと。その辺がね、ちょっと屈折してて良いんですよね。うん、そう。で、まああれですね、洪水のようにメロディーが溢れてくる、この才能が爆発してるシーンが446ページにあるんですけど、このね、モーツァルトがもう本当に洪水のようにもうメロディーとかアイデアが溢れてきちゃって、もうどうしようもないぐらいにこう創作活動に没頭して寝食も忘れているっていう状態が、やっぱり一定のミュージシャンにもあるゾーンに入る状態があるみたいで、この時の状態、モーツァルトの状態を歌った曲っていうのがチャゲ&アスカにありまして、チャゲ&アスカの、ね、バブルの頃出した、セイエスとかとかが一緒に入ってるツリーっていうアルバムがあるんだけど、その中の曲にモーツァルト・ヴィールス・デイっていう曲があって、要するにモーツァルトのモーツァルトウイルスが侵食してきて、それに罹患したことによって自分はもう溢れるアイデアが止まらないっていう
曲なわけですよ。でこの曲って要するにこの頃のチャゲアスってもう本当にもうね出せば売れるしもう無限にアイディアが出てくるしメロディーもキャッチーだしもう無敵だった状態だったんだよね、ゾーンに入ってって。いやチャゲアス良かったっす、ね、この頃の90年代初頭のチャゲアス本当すごくって、でそれで そこの自分たちの様子をモーツァルトのウイルスに私たちは侵されているんだっていうふうに言う曲があって、この曲もチャゲとアスカが小説ごとに交互に作っていったんだよね。で上の手下の下の上の句下の句じゃないけど、あと A メロはでチャゲが作って B メロがアスカが作ってみたいな感じで交互に作っていって一曲に仕上げるっていうのがこのモーツァルト・ウィルス・デイって曲で、恋愛みたいな。そう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 。でこれっていうのはあれだね、井上陽水と今野清志郎が作った帰れない二人っていう曲もそうで、井上陽水の超名曲なんだけど、これも今野清志郎と井上陽水がもう小説ごとに交互に作ってったっていう曲なんでね、うん、だから時としてこうやって天才同士が曲を作るととんでもねえ名曲が生まれてしまうっていうことをこのモーツァルトのウイルスに僕たちは侵されているっていう風に表した。これがその洪水にメロディーが溢れてくるっていう才能がもう今もう、ね、今一番ピークに来ているよっていう状態っていうのにここに来てるなっていうのにちょっとやっぱ思いましたね、うん、そうで、まあ最終的には毒殺説を取っているので、まあ、あるファンからの差し入れです、ね、ワインの差し入れをこう無警戒に飲んで衰弱していくわけですよ。で、しまいには下に死人の味がするって言って、でね、俗流出熱っていう、まああれですね、泡立った肌が泡立ってっていう風に、衰弱していって最後亡くなったって言われてんだけど、まあなんか医学的な検証するとリュウマチ炎症って言われてるらしいですね。リュウマチが炎症を起こしてその熱で死んだらしいっていう。あ、それが分かる。リュウマチだったらしいですよ。リュウマチってよく分かんないですよ。リュウマチ、まあ、だ神経痛だよね。よく聞くらしいね、うんうん、そう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 リウマチってあるけど、そうリウマチって、うん、神経性の炎症なんでしょう。炎症、うん、そうそうですね。でこの作品の特徴としてあの第1話とか第2話とかじゃなくて K1、K2 ってやっていくんですけど、これケッヘル番号っていうのがありまして、あれなんですよね、なんすか作品リストなんですよ。だから、ケッヘルさんという人が考案したモーツァルトの曲の目録、時系列に作曲順に並べていった番号でそのモーツァルトの曲をこれ整理しているっていうのがケッヘル番号っていうのがあって、で K1、K2 っていうのがあって、 K626 っていうのが最後の一番未完になったレクイエムっていう曲が、だから626曲生涯残してるんだよね、そのナンバリングタイトルとして。でこれで一番最後に K627 として幻というそのタイトル、この漫画のタイトルである「マドモアゼル・モーツァルト」っていう曲を、作曲開始して未だそれが完成していませんっていう終わりになっていくっていう、これ最後はこうメタ的な展開で幕となるっていう漫画なんですよ。すごいね。これって舞台でやってるやつっていうのが、その幻の、うん、マドモアゼル・モーツァルトが舞台化されているってことなんですか。そう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 そ漫画のストーリーが、そうそう、舞台になってる。その最後の幻の作品を言うわけなんですか。 その幻の作品がこれ舞台化になってるんじゃなくて、まあ、結局その この反省を、だからその舞台の最後はあのマドモアゼル・モーツァルトが作曲開始になって未だ完成されてないっていうくだりで終わってるわけでは多分ないんだよね、漫画の終わり方が。そうで、うん、なんですが
まあここで、モーツァルトの代表的な曲をちょっとおさらいしてみましょう。はい、まあ1982年に俺の尻を舐めろってやつを作ったんですが、まあそこはそんなにあれ有名じゃないんですが、まあ、その翌年の1783年に、トルコ行進曲ですね、私出囃子にあのミスりながら弾きましたけど、これトルコ行進曲っていうのがありまして、これがあれですよね、これですね、これね、これですね、これがトルコ行進曲で、1786年がフィガラの結婚ですね。どこだ、ティーリンディテ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 ィ、ですね、これがフィガラの結婚で、翌年がドン・ジョバンニですね。この時に、父をレオポルトが死去してます。で、翌同年1787年にアイネ・クレナ・ナハト・ムジークですね。これですね。違う。で、チャ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 、これね。これね。これアイネ・クレナ・ナハト・ムジークですね。これあれですよね。作中ではもう捨てるはずだった落書きみたいな曲だったっていうのをペーターにあげたんだけど、が、あ、楽譜がそれだったってやつだよね。捨てるはずのあれだったんですか、なんかこう、うん、ペーターがお金を攻めに行くんですよね、うん、そうで、追い返すためにそこの楽譜を持っていけ、お金がなくてこれをどっかに発表すればいくらか金になるだろうって言って適当にくれた。ペーターもびっくりするわけですね。そう、こんな曲作れるわけない。一匹を奪うために、うん、自分が一生かかっても書けないような楽譜を。そう、いや、だからなんか返しに来るんだよね、やっぱりちょっと打ちひしがれてね、自分にはもうこんな到底こんな手に余るものだってことでね、実はその返しに来たんですよ。そうで、それがまあそのアイディクレナハートムジックだったっていう、ターンタターンタタタタタタだったっていうね。いや、すごいね。で、で1791年がマテキですね、さっき言った、これですね、どうやった？あれが出てこない。すごいね。これはマテキなんですよ。魔の笛のことをこれで表現してるわけですよ。人間の声で。すごいっすね。っていう、なんかもうね、そうそうたる曲なんですけど、ここで忘れちゃいけないのが、1778年、ちょっと前に、作った、キラキラ星変奏曲ですね。この、キラキラ星っていうのはもともと、なんつうか、流行歌だったんですよね。それを、モーツァルトが、この、なんかアレンジを加えて世に送り出して、でだからもうモーツァルトの曲としてまあ認識されている節もあるんだけど、もともとは作曲者不詳なんだけど、でこの15年後に「トゥインクルトゥインクルリトルスター」っつって生あの歌詞がついたっていう、詩のね、モーツァルトが死んだ15年後にこれに歌詞がついて、で「キラキラ光る」って日本語に訳されてるんですよね、後にね。でその「キラキラ星」はここに入ってっかな。キラキラ星はね、まあでもまあみんな皆さん知ってるだろうから、まあ、わざわざ書けなくてもいいかっていう感じで、もうすごい世界的にもうこれ知らない人がいない曲ばっかりなんですね、うん、っていうぐらいのことでもって、そのモーツァルトの人生をポップに、なおかつこうやってね、ドラマチックに描いたっていうこの漫画が、そして舞台化されて30年経って2021年に再舞台化されてって、もう根強い人気がある。そして小室哲哉さんの劇版もこの時も使われてるしっていうので、あれ Spotify で聞いたでしょ、このアルバム。あ、聞きました。あのね、モーツァルト・イン・ザ・ハウスとかね、ハウスミュージックになってんすよ。すごいよね、超かっこいいよね。
そういったなんかその当時の最先端のハウスミュージックにも当て込んだり見たりとかして、小室哲哉さんすごいようやってますねって感じで。まあでも、まあ、サリエリのテーマとかもグローブっぽい感じ。グローブっぽいねあれもちょっとあれだもんね、打ち込みの曲だもんね。そうですね、永遠と名付けてデイドリーム、これもなんかセブンデイズも、いやこれがさ、てっちゃん自ら歌ってるところが笑いますよねまあでも歌詞はなんか切なくていいよね。まあそうですね、うん、本当に90年代っぽい雰囲気が、うん、いいぞ、どれくらいになれば君に会えるみたいな、君を抱けるみたいなさ、うん、ちなみにモーツァルトは1784年頃にフリーメイソンに入会しまして、フリーメイソンの仲間に借金めちゃくちゃ申し込んでるっていうことがありましたね。おー、そうなんですね、うん、フリーメイソン、そうフリーメイソンの仲間、うん、さっきも読めなかったんですけど、うん、ドンジョバンニってオペラが、うん、あって、今回初めて知ったんですけど、うん、スペインにこれドンファってヨーロッパの女ったらしというか、うん、チキシューのドンファンでしょ。ドンファン、ドンファンっていうのはドンジョバンニと同じ、あれイタリア語だとドンジョバンニとか、ああ、え？うん、村上春樹の騎士団長殺しっていうのは、ああ騎士団長殺しね、うん、こっから来てるんです。あ、そうだね、初めて繋がったというか、なんで騎士団長殺しって変なタイトルなんだろう。うん、ドンジョバンニ、ドンジョバンニが騎士団長、1787年だから、アイネクラネアネハートムージックと同年ですね、これね。でこの年にそのお父さんレオポルトが死去してるっていうことがありました。いうね、いや本当壮絶なお話なんですが、本当に面白いですね。だからこういった感じで、その実際の史実とこの実際の音楽を聴きながらまた見ると、非常に面白い、コンテンツだなと思ってますね。で、まあ、この小室哲哉さんの劇伴はやっぱそのこの方はそのクラシック出身じゃないので、オーケストラでは作ってるけど作りが完全にポップミュージックの作りだなっていうのをちょっと聞いててちょっと思いましたねそう結構そうですね、 RPG の音楽っぽい、うん、そうだから結局そのガチでオーケストラを学んだ人じゃない人がオーケストラっぽく作ってるっていう感じがゲームミュージックっぽいし、それがポップでキャッチーだからまあいいなっていうのはあるよね。そうですね、うん、っていうところで聴きやすいアルバムなんでね、このマドモアゼル・モーツァルトのね、この小室哲哉のアルバムを聴いていただきたいところですよね。俺も知らなかったですけど、いやいいアルバムなんですよ、私 CD をもう持ってますけども、はい、という感じでですね、マドモアゼル・モーツァルトのお話、こういう、昔面白い漫画があって、それも舞台化されて未だに人気のあるコンテンツで生きてますよっていうことをクールメシとお話ししてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。